ボイシー、うまい。ボイシーが広告記事を出していました。一見すると、ごく普通の対談風の記事なんですが、スポンサードと書かれていましたので、これは広告です。ただではなぜ、ボイシーがこの時期に広告を出したのかと言いますと、おそらくは27日から行われます、ボイシーフェス22のためだと見られています。ただそのチケットの売り方がとても秀逸で。それでは早速学んでいきましょう。 おはようございます。クリエイターのかぐわです。いつもご視聴ありがとうございます。今日のお品書き。ボイシーが広告記事、ボイシーフェスは27日から、チケットアカウントという手法、サポーターページも有益です。えではその記事をまず紹介します。情報はもっと耳で得られる、ボイシー代表が考える音声配信の未来、10月25日、J キャストトレンドの記事です。 えー、まあ、Jcast ですので多分他のニュース媒体とかにも OEM 配信などもされてるかもしれませんね。で、えー、この記事は多分後編とか書いてあったかな なんかあそうですね前回の対談ということで、えー、今私が紹介しました記事は後編です概要欄にリンクがありますのでぜひぜひ見てくださいでこのタイトルの右下に小さくですね灰色の文字で「スポンサード」とありますのでこれはボイシーがこのメディアにお金を払って書いてもらった 対談の記事ということになります対談していますのはボイシー代表の尾形さんとその人気パーソナリティである DJ のびさんですねいやー DJ のびさん初めて見ましたけどすごい頭の良さそうな方ですねで DJ のびさんはもう言わずと知れたボイシーの人気パーソナリティさんでしてプレミアムリスナーもなんと なんと1000人近くもいるといやーすごいですよねボイシー本当にリスナーさんも含めて非常に大きな音声配信の勢力になってますよねまあ、このお二人がですねまあ、音声配信の未来記事がこちらになります さあ、この記事なんですが、まあ、この記事に限らず、企業がですね、なんか一見、通常の記事のように見えて、お金を払って、そのメディアに書いてもらうという手法が広告記事です。これまあ、紙の雑誌でも実はこういうページもありますし、あとテレビ番組とかでも、実はテレビ局がもう枠自体を え、企業に売っているという番組もありまして、まあまあ、あの別にこれは普通の広告宣伝手法です。でですね、ただこの記事で私が注目したのは記事の下の方にありますこちらのリンクです。引用しますね。ボイシーでは日々多様な配信が行われている。手始めに何から聞こうか迷う人は2022年10月27日から開催する音声だけのオンラインイベント、ボイシーフェスでお気に入りのパーソナリティを見つけてみては、 と書かれているんですね。はい。で、ここをクリックすると、はい。ボイシーフェスの公式ページに行くということなんですよ。ですから、まあ、このボイシーフェスに合わせて、おそらくこの記事だけではなく、各所でね、いろんな PR をしている。まあ、その一つだと言えます。さあ、このボイシーフェスなんですが、世界を変える声の祭典、ボイシーフェス22、10月27日から29日までと。 で、もうすべてオンラインで行われる、まあ、声の対談ですごいんですよ、出演者の方が。えー、まあ、キングコンゴル西名さんはもちろんのこと、桑畑理恵さん、竹中平蔵さん、MB さん、それからノートで話題の後藤達也さんなどなどですね、もう各界の名だたる方が登壇されて、まあ、音声で対談をすると。まあ、それが3日間行われるということなんですね。 で、私、ちょっと初めて今回チェックしたんですけども、なんとこちら有料なんですね。チケット販売というリンクが公式サイトにあります。3800円と出ていて、まあ、いわゆるオンラインのね、有名人の方のセミナーですとか、まあ、ライブといったイベントですと、まあまあ、5000円弱というところは一般的な価格かなというふうには思います。ただ、これよーく見てみますと、 3800円スラッシュ月税別って書いてあるんですよ。そうなんです。ボイシーの音声サブスク、プレミアムリスナーの課金システムを使ったチケット販売なんですよ。いや、これはね、うまいこと考えたなと思いました。もちろん、これボイシーの公式イベントですから、当然スラッシュ月と書いてあっても、まあ、イベントが終わればね、もう強制的に 開発エンジニアの方が月額課金のシステム紐付けは当然カットするとは思うんですよ実際公式サイトにも11月以降は課金されませんとお支払いは1回のみですとしっかり書いてありますのでねとはいえですねあなるほどこういう方法もあったんだと思いましたさあそれでこのイベントなんですが実はチケット以外にもボイシーに対する おし活が実はできます。それがサポーター制度です。こちらもですね、公式サイトからリンクがありまして、サポーターになりませんかというリンクをたどりますと、ボイシーフェス22サポーター、声の採点に参加というページにたどり着きます。そうしますと、5000円もしくは1万円ということで、 え、スペシャルサポーター、サポーターになることができます。ただもう実はこれ完売なんですよ。限定50セット、50セットで、もう100セットがですね、完売になっています。そして、サポーターページはもうできていますので、そちらをクリックして見てみますと、ずらーっと、ま、購入された方が出ているということなんですね。で、これ、まあ、ボイシーで今後ね、番組配信してみたいという方は、 こういった方々がおそらくリスナーさんになるであろうとおぼしき方々ですので、まあ、そういったサポーターの方々と相性がいい配信をされる予定の方は、まあ、応募されるとやっぱり相性がいいかなというふうには思うんですねやっぱりボイシーに限らず今音声配信いろいろあってただそれぞれの音声配信プラットフォームでやっぱりコンセプトや世界観があってやっぱりリスナーさんもやっぱり偏りはあるんですよ そういう意味では、ボイシーにどういうリスナーさんがいて、まあどういう人がね、えー、こう活発なのか、ヘビーリスナーなのかっていうところを踏まえた上で応募されると、まあ精神衛生上もいいかと思いますので、えー、参考にしてみてください。そして、こう思った方はいませんでしょうかあ、月額課金のシステムをチケット販売的に使うなら、んもしかして、スタイフでアカウントを1個作って、これを有料チケット的に販売するのはどうだろうと思った方。 まあ理論的には確かにできます。もうそのイベント用のアカウントを1個作って、なんとかフェスってして、何人かで、ね、もう24時間ね、ずっとこうライブ配信をすると。で、それが3日間でいくらみたいな感じのは、もちろん立て付けとしてはできるとは思います。ただ、はい、気をつけなくちゃいけないのが、月額課金のプラットフォーム。 はい、こちらストライプという外部サービスを使っていますので、当然スタント FM は公式にはね、サポートは一切してくれません。イベントが終わった後、解除をするのは主催者の側ですので、それを全て手作業でやれるということであれば問題ないんですけども、やっぱりそういうね、ちゃんと検証した上で開催しませんとね、トラブルになりますから、そこは慎重に検討した上で試してみてはいかがでしょうか。 クリエイターエコノミーニュースでは、カグアが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で、興味深いものをご紹介しています。毎朝の収録配信、夜10時からのゆるり雑談ライブ、そして毎週1回の無料のニュースレター3つの媒体で配信しています。ポッドキャストの方ぜひ、スタンド FM でライブ配信しておりますので、深掘り深掘り深掘りしてますので、ぜひぜひ来てくれると嬉しいです。というわけで今日も頑張っていきましょう。いってらっしゃーい。